はい、皆さんこんにちは。タバルチャンネルのタです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、視聴者様からねリクエストをいただきまして、ベーサルシュートの仕立て方のね、詳しくね、見ていきたいかなというふうに思いますね。以前ね、タワバラチャンネルではベーサルシュートの仕立て方の方はね、2本動画の方を配信してるんですけども、それに加えてね、今回は細かいところまで、ね、見ていきたいかなというふうに思いますね。系統別だったりね、品種別にですね、いろんなね、バラのベーサルシュートね、見ていきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、それではね、ベーサルシュート見ていきたいと思いますけど、こちらね、我が家のエースですね、ギールモーパスさんになりますね。こちらのね、枝ですね。これですね、ベーサルシュートですね。株元から元気な枝がね、ずーっと伸びている感じですね。こちらのね、ギールモーパスさんはフロリバンダになりますね。ブッシュローズといったことでね、木立ち性のバラといったことですかね。で、ここでね、一度ソフトピンチしてますね。というのはですね、ツーッと伸びてですね、つぼみがね、当然つくんで、5枚葉のね、上でソフトピンチを行ったといったことですね。で、どうなったかと言いますと、こちらのね、葉っぱですね、7枚葉のね、上でソフトピンチしましたね。で、この7枚葉のこの付け根からね、ずーっとまたね、枝が伸びていると。で、ソフトピンチを行ったことによって、この下ですね、こちらのね、7枚葉のところからも、またね、枝がずーっと伸びていきましたね。なんでね、ソフトピンチを行ったことで、こちらでもね、枝が伸びて、こちらでもね、枝が伸びると。なんでね、こっちでもお花が咲いて、こちらでもね、お花が咲くと。ソフトピンチしなかったらですね、ベーサルシュートね、スーッと伸びてね、草咲きするといった感じなんですけど、ソフトピンチを行ったことで、枝がね、分岐して、2箇所でね、お花を咲かすことができるといった感じですかね。で、ベーサルシュートっていうのはね、非常に勢いのね、ある、これからね、主軸となっていく枝なんですけど、ソフトピンチしないとですね、どん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 ね、こちらのベーサルシュートの方に栄養がね、送られると。それによってですね、こういったね、他の枝ですよね。もともとある枝の方にね、栄養があまりいかなくなってしまうんで、ソフトピンチをね、行って、一度ね、成長を止めてあげるんですよね。成長をね、止めることによって、他の枝の方にも栄養が送られるといったことでね、こういったブッシュローズに関しては、ソフトピンチをね、行うようにした方がいいですね。それによってですね、枝の方も分岐してね、花数が増えるかもしれないですね。で、見てもらうとですね、このベーサルシュートの先ですね、もうね、つぼみがついてるんですよね。触ってもらうとぷくっとしてるんでね。なんでね、ソフトピンチしないといけませんね。ソフトピンチする位置はですね、こちらがね、5枚刃なんで、この上でね、ソフトピンチしますね。指でつまんでもらって、ポキンと。で、ここでね、ソフトピンチしたので、今度こっからね、枝がね、ツーッと伸びてくるんですけど、この下ですよね。こちらでもね、枝がまたツーッと伸びてくるかもしれないですね。そればっかりはわかんないですけどね。ここから枝が出てくるかもしれないですし、ここからね、枝が出てくるかもしれないですけどね。そればっかりはわかんないですけどね。分岐してくれればですね、当然ね、花数が増えるんで、それをね、期待していきたいかなというふうに思いますね。フロリバンダのね、ベーサルシュートの仕立て方はこういった感じですかね。はい、続きましてね、イングリッド・バーグマンですね。ハイブリッド・ティーローズのイングリッド・バーグマンと。こちらのベーサルシュートはですね、この枝ですね、ずーっとね、伸びてますね。で、あそこでね、ソフトピンチしてますね。というのはね、この上でね、当然つぼみをつけたので、ソフトピンチを行ったと。7枚刃のね、上でソフトピンチしてますよね。で、ソフトピンチを行ったことで、こちらからね、当然枝の方が伸びたと。で、この下ですね、うまくね、分岐してくれましたね。ずーっとね、伸びて伸びて、ベーサルシュートがね、2本立ちといった感じになってますね。で、こちらのね、分岐した枝の方ですね、つぼみがね、もうついてますね。なんでソフトピンチしますね。ここがね、5枚刃なんで、爪でキュッとやってね、ポキッと。こんな感じですね。そうすることによって、またあそこからね、枝がずーっと伸びて、うまくいけばね、この下からもね、分岐するかもしれませんね。分岐してくれればですね、やはりね、花数がね、増えるんでね、そこを狙っていきたいかなといった感じですかね。なんでね、ハイブリッドティーローズのベーサルシュートの仕立て方はですね、ブッシュローズの、ベーサルシュートのね、仕立て方といった感じでね、よろしいかなというふうにね、思いますね。はい、続きましてね、ロサオリエンティスのオデュッセイアですね。こちらはね、シュラブローズになりますね。シュラブローズっていうのはですね、半ツル性のバラといったことでね、ブッシュ仕立てだったりね、ツル仕立て、
まあ、どちらでもね、仕立てることができるんですけども、まあ、こちらのね、オデュッセイに関しては、まあ、樹高の方がですね、まあ、2メートルぐらい大きくなるね、まあ、大型のシュラブローズといったことでね、まあ、我が家のね、場合ですと、こちらのね、アーチの方に仕立てていくといったね、感じになってますね。で、こちらがね、ベーサルシュートなんですけど、シュラブローズの、まあ、つるじ立てにするタイプのね、ベーサルシュートっていうのは、もうとにかくね、枝をね、上に向けてあげて、どん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 ね、伸ばしていくと。今見てもらうとね、1メートル50センチぐらいのね、長さまでね、ベーサルシュート伸びましたね。しかしながらね、こちらのオディセイア、まあ、四季咲きなんで、当然ね、つぼみをつけるんですよね。まあ、こう先をね、触ってもらって、まあ、ぷくっとしていればですね、まあ、ソフトピンチをするんですけど、まあ、まだね、つぼみの方ついてないんで、まだまだこれからね、どんどん伸ばしていくと。まあ、伸ばしていくにつれて、当然ね、つぼみの方がつくんで、まあ、そしたらね、ソフトピンチで、また枝をどんどん伸ばしていくと。で、この枝をですね、まあ、今年のね、冬に、こちらのね、アーチの方に誘引して、来年の春、こちらの枝でお花を咲かせると。なんでね、シュラブローズのつるじ立てにするタイプですね。まあ、こういったアーチだったりね、まあ、オベリスクだったり、まあ、フェンスだったりね、トレリスだったり、まあ、誘引してね、お花を咲かせる、まあ、シュラブローズの、まあ、ベーサルシュートはですね、まあ、とにかく枝を伸ばすといったことですね。まあ、蝶が優勢のね、性質で枝をね、上にね、向けてあげることで、どん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 ね、枝の方は伸びていくんでね、まあ、こういった仕立て方でよろしいかなというふうに思いますね。はい、こちらね、最後になりますけど、川本バラ園のね、コンフィチュールですね。こちらね、シュラブローズになりますね。まあ、見てもらうとね、ブッシュ仕立てでね、咲かせてますね。まあ、木立のバラといった感じでね。まあ、シュラブローズっていうのは、まあ、つる仕立てにしたりね、まあ、ブッシュ仕立てでもね、咲かせることができると。まあ、こちらのね、コンフィチュールに関しては、まあ、ブッシュ仕立てでね、仕立てていると。で、シュラブローズのね、まあ、ブッシュ仕立てにしているね、まあ、ベーサルシュートはですね、まあ、こちらがね、ベーサルシュートなんですけど、まあ、見てもらうとですね、まあ、ここでね、一度ソフトピンチしてますよね。ってことはですね、まあ、ここら辺でね、つぼみがついたと。で、当然ね、この付け根から、ずっとね、枝の方が伸びていると。で、こちらのね、ベーサルシュートも、まあ、ラッキーですね。分岐しましたね。こちらのね、枝もずっと伸びているんで、まあ、このベーサルシュートに関しては、枝がね、2本になったといったことでね、まあ、お花がね、たくさん咲くといった感じのね、枝になりましたね。まあ、やはりね、ソフトピンチすることによって、まあ、分岐ね、してくれればですね、まあ、花数も増えていくんじゃないかなといったことですね。まあ、シュラブローズのブッシュ仕立てにね、したい、まあ、品種はですね、まあ、ブッシュローズとね、同じ感じのベーサルシュートの仕立て方をしていただければよろしいかなというふうに思いますね。はい、ではですね、視聴者様のね、まあ、リクエストにお答えして、まあ、ベーサルシュートの仕立て方ね、まあ、詳しく見ていきましたけど、まあ、つる仕立てにしたいね、ベーサルシュートに関しては、まあ、とにかくね、枝を伸ばしていくといったことですね。で、ブッシュ仕立てのね、ベーサルシュートに関しては、まあ、ソフトピンチを行って、まあ、枝をね、分岐させて、まあ、お花をね、たくさん咲かせる枝にね、仕立てていくといったね、感じがよろしいかなというふうに思いますね。まだまだね、暑いですけど、秋晴れに向けてね、頑張っていきたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。